情念司チャンネルニュースの虎川ガオー、はい、始まりました。皆さんチャンネル登録お願いします。いや今日はね朝からね、報道ステーションじゃなくて、羽鳥慎一のモーニングショーね、皆さんご覧いただきまして本当にありがとうございました。僕もね副音声で出演してたんですけれども、お楽しみいただけましたでしょうかね。今日はもう本庄教授のねハットトリックが見れてね大変面白かったんで、まだ見てない人ぜひね見てください。で今日はですね、すいません、ちょっと中田敦彦さんオリラジオね、最近事務所を辞められたということで YouTuber 専念されるということなんですが、中田敦彦さんがですねまたちょっとやらかしてしまったようですので、ちょっとご指摘をさせていただきたいなと思います。これはですね、農業ジャーナリストのね浅川義弘さん、まあ、私浅川さんの本結構読んでますしツイッターもフォローしてるんですが、浅川義弘さんがツイッターでご指摘されていたことをですね、私も本当にその通りだなと共感したんでご紹介させていただきたいんですよ。でね、まずポイントになるのが、中田さんがやってる YouTube 大学でですね、飢餓を生むのは畜産業というですね主張をされてるんですね。要は家畜が食べる穀物のせいで8億2000万人が飢えて死んでいるというお話をされたんですが、中田さんこれどのような本の内容を紹介されたのか極めて微妙なんですけれども、まあ、はっきり言ってですね、まあ、ビーガン肯定本を何の批判もせずそのままね、まあ、反証も取らず言っちゃったみたいなんですが、浅川さんによるとですね、この、まあ、8億2000万人が飢えて死んでいるのは、家畜がね、穀物を食べるせいだというのはデマだと、いうことです。はい、でまずね浅川さんご指摘されているのはね、この人数はまずね8億2000万人という人数は飢え死にじゃないんですよ。国連 FAO による栄養不足人口の推定値が8億2000万人と。でその計算式によるとですね、家畜はむしろ、重要な栄養源になっていまして、要はビーガン本のですね家畜ヘイトネタを検証しないでそのまま垂れ流したのではないかという疑惑が持たれているわけです。はい、中田さんいろんな本ご紹介いただくのはいいんですけど、私は本を紹介してるだけですからって言ってね、こうちょっと逃げを打つのはいかがなものかなと、まあ、こういう言論人としてやられるんであればね、反論にはちゃんと答えた方がいいと思います。実際反証もあるわけでね、浅川さんが出している反証を今私が紹介しますので、ぜひ検証していただいて、間違ってたらご訂正されることをお勧めしたいなと思います。前にもね、なんか朝鮮半島のね、歴史について、まあ、かなりその事実と異なることを言われてたということで、まあ、動画がね、炎上されたということがあったみたいですけれども、まあ、今回もですね、まあ、ビーガン本の、まあ、畜産ヘイトネタというのをですね、何の検証もせずにちょっと拡散しちゃったら問題かなというふうに思いました。でね、まずね、家畜の餌のせいで食糧危機が起こるっていうのはこれはね、事実誤認です。で私もねこれね随分騙されてたんですよ長いこと。はい、家畜がですね人間が食べる食物を食べてしまうからね、肉1キロ作るのにもう人が食べるその穀物をいっぱい家畜が食べちゃって、でその分でもう人が飢えるんです、だから肉を食べない方がいいんですとか言うんですが、実はですね世界の家畜の餌60トンのうち実にですね 86% が人間が食べられないもんです。人間が食べられない牧草とかね、植物残砂というものかな、残死なのかな、まあ要は残飯みたいなもんですね。それから食品ロス廃棄物などですね、これがですね、肉卵、まあお乳ね、要はその、牛乳の乳ね、丸々乳みたいな、などですね人が消費できる栄養タンパク源に変化するわけですよ。それを餌として与えると、人間が食べられないものを食べてそれが人間が食べるものに変わる、これが畜産業の実は本質なんです。はい、ってことは畜産はですね食糧危機どころかですね、食糧安保、飢餓解消にもですね実はね貢献している非常に重要な産業なんですね。でこれね、浅川さんがこういう、図をですね出されております。はい、これご覧ください。86% は人間が食べられないものをですね牛さんとかね、豚さんとか、鳥さんとか羊さんとかが食べてくれて、それがですねお肉になり乳になり、卵になりね私たちの栄養になっているということで、これ食べなかったですよ、これ家畜が食べなかったらただの産業廃棄物になっちゃうわけですからね。でしょ、ってことは畜産業ってね素晴らしい、ね素晴らしい仕事なんですよ。で浅川さんのねツイッターによるとね、家畜が食べる餌の原料となる食品ロスや廃棄物、植物油を、絞った後のカスだけで6億トンね、乾いてるやつベースですよ、ね、乾いてる、乾物ベースで6億トンあるそうです。で日本人の米消費量の大体ね100倍ぐらいの量だそうです。これがでこれをもし家畜が食べなかったらただの産業廃棄物になって環境汚染なんですよ。わかります。でしかもこんなもん人間食えないですからね、その人間食えないので全然人間には迷惑かけてないんですよ、ね、でさらにですね途上国でも今食品ロスっていうのは急増しているそうです。
でその循環でね、飼料化、するね、こう畜産ね、こういうのはですね、都市のねスラムに住んでいる貧しい人たちのですね、非常にこう栄養価の高いね食料源に、タンパク源になっていると。で安全性や栄養価の基準を満たしたエコフードとして最優先の最も高いリサイクル手法として、この畜産というのは実は位置づけられているというのが事実なんです。はい。でね、浅川さんさらに続けますね、ちょっとこれ浅川さんのやつそのまま読みますけどね、1月6日のツイートね、そうは言っても飼料に穀物、世界平均 13% を使い、人の食と競合するとの反論もありますけれどもね、その 86% だから、まあ 13% か 14% ぐらいね、人が食ってるもんね、やっぱり食ってるじゃないかって批判あるかもしれないけれども、牛乳や、肉で1キロのタンパク質生産に穀物由来のタンパク質は 0.6 キロしか使ってないそうです。はい。そのおかげで人類は効率的にですね、貴重なタンパク質を消費できて、ビタミン B12、鉄分、カルシウム等の必須栄養素を吸収できるということです。はい。こういう形でですね、実はですね、そのまあ我々がね、小学生とか中学生高校生の頃ね、まあ学校の先生に聞いていたそのね、人が食べるその、穀物を、牛さんや豚さんやね、鳥さんや羊さんが食べてしまって、そのおかげで人間が飢えてますっていうのは実はそうじゃないとね。人間が食べるやつもまあ確かにね 13% ぐらいそれ食ってるんだけれども、それ以上にお肉ができてますので、はい、人間が食べられるものないものを食べてね、お肉を作ってくれてるので、実際には食べるもの増えてますよという話です。で、さらに言うとね、畜産のせいで農地が不足するっていう、まあこういうね話もあるんですけど、これもね、浅川さん曰く知識不足だというふうに言っております。世界の牧草地はですね、だいたい20億ヘクタール、日本の国土の50倍ぐらいあるんですけれども、その大半がですね、もともと耕作限界地といってですね、畑にとかね、ならないの、田んぼや畑にならない場所なんですよ。で穀物が育たない場所でもね、場所でも牧草地になって、でその畜産業をやることによって食料を得られるわけじゃないですか、ね、これ食料供給にね大きなね、こうね貢献をしているということなんですよ。でさらに言うとですね、こういうあの畜産業をやったね、こういうまあ、牛とか羊など半数動物の糞尿とか酪農家の、草地管理のおかげで、こういうですね耕作限界地でも農地に転換が可能になると、要は畜産業をやることによってね、土地改良に実はつながっているっていう面もあったりするわけですよね。なのでその畜産業が悪くてね、人間が8億人も飢えているとかいうのはもうこれとんでもない事実誤認でして、実際には畜産業はですね、人類にめちゃめちゃ貢献してるんですよ。はい。そして貧しい人たちの食料を作るためにも畜産業というのは事実としてですよ、事実としてめちゃめちゃ貢献してる、すごい役に立っているということがあるわけなんです。はい。で、浅川さんね、最後にこういうふうに言ってます、家畜畜産の、地球人類への貢献を要約すると、農業ができない限界地を草地放牧地として活用し、人間が食べられない食品廃棄物や副産物も消費でき、タンパク質微量栄養素を豊富に含む食を提供すると同時に、環境負荷も減少して糞尿で農地の生産性を上げると同時に、不毛な大地さえ蘇らせているというのが現状なんですよ。めちゃめちゃいいことじゃん、畜産業って。中田さんこれちゃんと調べた？いや私もね騙されてたんでね、いや中田さんも多分俺と同じ認識で騙されてたんだろうなと思うんですけど、事実としてこういう反論を聞いたらね、まあ、この YouTube 見てくれるかどうか分かんないけれども、これ見たらさ、ぜひねちょっとそのまあ一つの本から得た知識じゃなくてね、反論の方にも目を向けてさ、あなたの拡散力でぜひ拡散してくださいよね。私は知りませんで、まあその作家さんもいるのかもしれないけど、作家さんこれ見てたらさ、ちゃんとこっち側のやつもやった方がいいと思いますよ。はい、これやったら俺中田さん見直しますんで、その拡散力ぜひね、事実ね、ね、事実、そして現実、このリアリティね、このリアリティに即したね、こういうものを伝える、そういうね拡散力としてですね、お使いいただくと、このね、ネットメディアの健全な発展にね貢献できるかなというふうに思うんですよ。2020年はね、もうちょっとね、ある意味ネットメディアの敗北みたいな風にね言ってる人もいますし、ネットにあるから正しいとは限らないというか、まあむしろね、エコーチェンバーの中で間違った情報が拡散されていくみたいなことがねすごく言われてましたんで、中田さんもですね、まあ、そっちにあんまり加担することなくですね、ぜひね正しい情報の拡散にね、ご貢献いただけると嬉しいなと
というふうに思いましてですね、すいませんちょっとあの私のごときね、まあ、二流以下ですね、五流 YouTuber がですね、もう本当すいません、ちょっとあの苦言を呈させていただきました。まあでもね、まあいろいろ発信、もう事務所も辞めてね、テレビも、まあ、そんな出ないでもこの YouTube 中心に発信されていくっていうね、その生き方には共感する部分もありますので、でしたらね、ぜひね、その事実の検証っていうのはぜひ反対側の意見も聞いて、そちらも紹介するという形でやっていかれるといいかなと。で、私も昔左翼でしたからね、左の理論もよく分かってますから、まあ、そっちも紹介しつつ、さあ比べてどっちだろうということをまあやっていくようにね、今後もね心がけていきたいと思いますのでね、ぜひね、おこがましいですけど私からね、共に頑張りたいなと思いますので、ぜひこの動画をご覧いただいたらですね、そのまあ B 願本に書いてあることとは違う事実があって、ね、現実に検証されてますよと、データも出てますよと、このエビデンスもぜひね紹介していただきたいなというふうに思っております。はい、ということで今日の内容面白いなと思った人は高評価のボタンを押しておいてください。最後にね、チャンネル登録よろしくお願いします。明日はですね、報道ステーション、勝手に、副音声やりますのでぜひ聞いてください。よろしくお願いします。ガー